14時になりました金曜日のこの時間は「大人解放レディオ地球遊園地の遊び方」今日もスタートしていきたいと思います。今日は11月の11日ということで1並びの日よくわかんないけどなんか縁起いいかなみたいな日ですね1揃いですね。なんかこうスタート的なイメージですか11月1日もありましたけれどもねより長かこうスタートする日なのかななんてイメージです。 で私も一応今日からこうなるはずっていうものがあったんですけどまあちょっとそんな話もねしていきたいと思いますが今日も、えー、とバチバチいってますねんだろう今日はですねえー、とゲスト、えー、いきなりいきましょう山田昇さんですこんにちはこんにちはちょっとなんかバチバチいってます私のなんか大丈夫ですねスマホ、うん、多分大丈夫大丈夫ですねはい山田昇さんこんにちはこんにちは <laughs> ちょっとなんかバチバチっていうか一回音楽止めますよねはいはいすいませんなんだったんでしょうねはいということで えっはじめめましてめましてではないけども <laughs> なんとなく始めましてそうですね <laughs> えっと今日もね何の打ち合わせもなくスタートしてますけれどもえっ、ー、となんてまず呼びましょう山田さん登さんあっ登さんって全然これは本名ですかちなみに本名本名なるほど全然本名本名ですよねなるほどえっ、ー、と登さんでオッケーですねはい大丈夫さんとはですね。 あのまあ、いつもねこの番組にはマキちゃんがいろんなところで出会って、うん、いろいろな素敵なご縁でですねあの楽しくバいバいしている皆さんをお呼びしていろんなね楽しい大人の話を聞かせていただいてるんですけれどものぼるさんともまあ不思議なご縁というかねなんか本当にたまたまね,たまたま,ねたまたまつながってたまたま9月にね,ねリ,リアルでお会いして。はい この前、たまたま、またライブであって、ちょっとね、嫌そうに聞こえる。もうちょっと、なんか、ご、ごめんなさいね。ちょっと、今ね、いやいや、聞こえたね、ちょっとね、なんか、いやだな。ない、ないですね。ちょっと、もう一回、今の下りを楽しそうにいいですか。最初は、あの、あれね。例の、例の、例の、あのコンテンツで。お見かけして、で、あの、S. N. S. 見させてもらって。あ、なんか、すげえ、楽しそうなことしてんな、みたいな。 で当時はあのー、世の中のそのお母さんたちがどうやったら幸せになるかっていうのを考えて活動している時期でもあって山田さん自身あっるさん自身が世の中のお母さんを笑顔にしたいでしたっけっていう活動をねもともとされている方なんですね。で,で,、ね、で SNS 見させてもらって、はい、まあ別に全然同じだとは思わないけど、はい、でも何なんかこう。 えっと方向向かっていく方とか考え方とか、はい、なんか結構もしかしたら似てるのかなとか考えてたらあ私の SNS を見てそう思ってくださっていたそれですげえ面白そうと思って、はい、とりあえずフォローだけしていてとりあえずフォローだけしてくれたそうそうそうでもねお会いするこわけでもないからはい、はい、で特に連絡をね取り合うわけでもなかったんだけど、うん、たまたま 月のはいとあるイベントでですねお互いのスタッフとしていたみたいなね感じめちゃめちゃ仕事でね行ったらあれなんかめちゃめちゃ似てる人いるなみたいなちょっと暑くなってきたんで急き SNS をもう一回見出してあれ持ってるよな一応ねお互い仕事だから仕事中はね声かけずにそうだったんですね終わって。 そうそう話した時に「俺マキさんですよね?」そうそうそうねいはい違います」言うてね「あのー、まとめましょうかいや <laughs> <あの S 2> なんか本当にあの時にねお会いできたのはびっくりしたけどいやすごいご縁ですよねもともとあのー、私がねあこれるさんせっかくこうあるコンテンツっていう表現してくれましたけれども、うん、えっと名護の方の「 うん、あのラジオですよね,そうですね FM ヤンバルさんの方に私お声掛け頂い,いてね、うん、少し出演させていただいた際に同じ番組にのぼろさんも別の時のゲストでいらっしゃって、うんね、たんですよね。うん、でそんなつながりで SNS お互いこう知ることになり。そうそうそう S. N. S. 上ではつながっていたインスタグラムですね。うん、あ、ちなみにのぼるさんのインスタグラム、見たいと思った方は、ど、う何で調べたらいいですか。何で調べるか、ね、これ。とね、の、登る山田で検索したら、多分出ると思う。はい、登る山田でロ。ローマね。はい、検索してください。そうすると、出てきます。で、はい、いろんな活動もね、出てくるかと思いますけれども、そんな。 中だ,中だったというかねまあ普通にね <laughs> あのお互い別に直接は知らなかったんだけれどもつい9月にですねとあるまた沖縄でのイベント,のベントあの大丈夫ですねあの佐藤光郎さんのね、うん、イベントの時にお互いスタッフで、うん、あのいたんですねで私は全くそんなこと知る由もなくですね帰り際にですね「<laughs> マキさんですよね?」ってあのインスタフォローしてますみたいな「<laughs> えっ、ー、牧さんそんなインスタのフォローなんてね数百人なのにすごい!」と思ってですね話し上げてくださったら <laughs> まあなんとラジオで一緒のあの 山田のですとということでえ相当キモかったと思いますけど急に話しかけられてね。っていうねご縁で,でそれで一回立ち話して先週もねずっと話してましたし私番組スタート当時から言ってますけれども大黒摩季ちゃんの大ファンでですねいつかこのラジオに摩季ちゃんをお呼びするっていうのを夢にしてまして先週も大野博文さんと56分間摩季ちゃんを待つというね、うん、<laughs> あの企画やりましたけれども。<laughs> そのあのライブが十一月五日にありましたがその時もねたまたま同じグループというかねたまたま同じ方を返して返してね関係者席をご招待いただきまして関係者席にご招待いただいたんですよ、ね、めちゃめちゃいい席でしたね, <laughs> ね<れ>上席っていうらしいで席<関>ねでそこでね 最高でしたねはい見たんですけれども私があの会場に着いてね大体ライブってあのライブのトラックマキシんの大きい写真がドーンって入っているトラック置いてあったりするんですけど、うん、それをねこう一生懸命撮影してましたらもうずガ,ガガガガガって近づいてきて旦スがいて「<laughs> おおんだ?」と思ったらですね昇 <laughs> さんがですね、あのー、なんかこう声かけてくださって。 それが二回目の接触なんですよ。すね、ということは、こうやって座って喋ったの今日初めてで。初めて。過去二回は立ち話。立ち話、はい、軽く立ち話。軽く立ち話。<laughs> で、今日は、えっ、ー、と、初めて。 うん、こうしてこう話すんですけどもよく来たなと思って <laughs> これはだってマジやっぱこういうご縁がすごくあのつなが強いんでここの間のそのマキシんライブもそうですけれどもやっぱご縁ってすごくいろいろ面白いご縁とか素敵なご縁がいっぱいあってこれはもう昇さん来て頂い,いて喋らないといけないなと思いましてですね、うん。ななんかねそういういつながり、うん ね、大事だしし面白いしそう特にこの番組はですねそんなつながりばっかりで成り立っておりますのであ,<ら>あのー、今日はね絶好のタイミングでしたね,ねそうなんですよもう素晴らしい <laughs> もう11月1日のやっぱ一並びってスタートの日ってイメージあるんでんなんかこの良き日にねこの山田昇さんにお越しいただきましてですねよく分かんないけどまだ2回しか喋ったことないけど <laughs> ここでいろいろお話させていただいたらこう楽しいことがね 起こるんじゃないかなと思って、うん、今日はお越しいただいたっていう前振りが今約8分間。<laughs> <laughs> ご丁寧にありがとうございこ <laughs> こちらこそ <laughs> っていう山田さんですでねもうくしくも今日もね同じあの白 T にですね,でね黒いショートカットということで合わせてきてリンクコーデで今日お送りしたいと思いますので<然>よろしくお願いします。願いしますはいということでもう曲,い曲もねかける暇もなくはしゲストの話聞くのが好きなもんですから前回前々回はケツメイシさんとね大黒摩季さんの曲かけまくったんですけれども <laughs> あのあうん今日は野呂さんの話聞きたいなと思いますけどなんかいいですか曲がいいですかなんか いっちゃいましょうね。じゃどんどんいきます。はい、ぜひあの自己紹介からお願いします。はい、えっ、ー、と山田昇る、三十七歳。おお、三十七歳で。三十七歳なんですね。はい、東京生まれ東京育ちで。はい、マイクもうちょっと大きくても大丈夫ですよ。去年の四月に沖縄に移住してきて。はい、最近なんですね。そう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 。だからなんか来た時はまだコロナすごかったからお店とかも全然やってないし。 なんか観光っていう観光も全然できなかったんでい最近になってあここにこんなお店あったんだとかあこんな素敵な場所がこんなところにあるのねみたいな感じだから今すごく一生懸命なんか出かけたりしてなんかあの素敵な場所巡りを今してるとこなんですけど、はい、子供が2人いて上,上が2年生で下が年少さんで。 でえー、と元妻が一人いて,ってえとそうそう同居してる感じですね。はい、で基本的になんだろうなあの感覚とか直感で動いてる <laughs> から基本的にやりたくないことはもう全部やんない、はい、やりたいことだけやって生きてきて、まあ、それが沖縄に来てすごく拍車がかかってる感じで拍車がかかったでだから仕事も なんかやりたい時だけやってうん、うん、それ以外はなんかゴルフやるか酒飲んでるかみたいな最高に楽しい大人してますね <laughs> 最高じゃないですかなんだけどちょ,ちょうど上の子がちょっと学校行きたくないかなみたいな感じになってきたからなんかねフリースクールやりたいなとか、はい、そういう 学校行かないっていう選択をした子どもを持つ大人たちがこう集える場所とか居場所づくりみたいなことをそろそろやろうかなみたいなのがちょうど9月10月ぐらい今年の最近つい先日。なのではい まあそれまではなんかこう自分が母子家庭で育ったっていうのもあったし沖縄に来てから、ね、あのと人親の方がすごく多いなっていう印象もあったので、うん、当時はうんと、ね、助産師さんとか、はい、あとは誕生学の先生とかをこう呼んで、はい、子どもたち向けの性教育をちゃんと勉強しようねみたいなお話し会をずっとやっていて。マ、えー、マジでマジでで、はい でやっぱりなんかえっ、ー、とね、まあ、なんか若年妊娠がすごく多いなって思って沖縄だけじゃないけどはい、はい、でそこからね結婚するんだけどちょっとうまくいかなくて離婚してしまってとか、うん、でやっぱり社会復帰が難しくて賃金が低くて貧困になってとかっていうこのスパイラルをすごく感じてこっちに来てから、うんうん、だからまずなんかその性教育をちゃんと学校でやっぱり学べないから。うん 教えてくれる人を呼んで大人もちゃんと一から学べるようにしたいし、うんはい、子供もやっぱり小さいうちから学んでいかないともう例えば女の子だったらもう二次成長ぐらいの年齢になってくると、はい、お父さんとかお母さんからも性の話されるのってめちゃめちゃ嫌がるから、うん、もう話を聞いてくんない、うん、だからお家でで話ができなないとなるとる じゃ、あどこで勉強すればいいんだろうみたいな。はいはい。学校でもね、なんか本当に表面的な部分しかやっぱ聞けないからね。ええ、ね、なるほど、ね。そう、そういうのをやってたんだけど。まず。お話をしようにも、その大人が全然興味を持ってくれなくて。うん、そんな、なんか自然に覚えるでしょみたいな感じで。なんか、まず大人の意識を変えていくことが先なのかなと思って。去年からすごく。 まず大人を満たしていく自分で自分を満たすにはどうしたらいいんだろうみたいなやっぱり大人がもっともっと自分のやりたいこととか自分の好きなことをどん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 やっていって、うん、まず自分を満たしていくところから始めていかないきゃいけないから、うん、だからその地球遊園地の遊び方とかっていうテーマもなんかすごくいいなと思ったし。はい、そうだよねびっくりするぐらい ちょ一回喋っていい自己紹私今初めて聞いたんで皆さんあの登さん来てもらったけどだからちゃんと喋ったの初めてびっくりしたんだけど私自身も私はもともとはキャリアカウンセラーっていうね、うん、あのことをやっていて若年層若い人の就労支援で,で見ての通りもともと大学職員だったもんですからあ<ー>そういう。 <laughs> あのやっぱり若い方と接する中でねその自己肯定感っていう部分がやっぱりすごくねテーマで出てきた時にあとはそれともう一つね私 LGBTQ のセクシャリティだったりジェンダーに対するものへの取り組みだったり自分自身からの発信だったりっていうのをすごくしてる中でやっぱりその性教育っていう部分にたどり着いたんですよね。で私もやっぱりその性教育っていう部分から全てが始まってるっていう風な認識答えをもう自分の中で明確な答えを持っていてそれをねやりたいと思っているんです。あと子供 子子供にに対対ししててだと子供あの大人のなんかすごく同じこと今やばっ,って言ったからびっくりして <laughs> 打ち合わせしとけばよかったらね <laughs> びっくりしたあ同じ思いをねで同じ取り組みをねされてるんですねびっくりしましたね<う>なるほどねごめんなさいねカットインしたい全然だからなんかもうもはや性別がもうね、うん、そ,のそろそろなくなるんじゃないかなとは思っているからうん、うん、男性とか女性っていうそうですね 線引きもなくななくるるかなとは思っているんだけれど、うん、ただその、えー、どうしたら子供ができるとかどうやって子供を産んでとかどうやって育ててっていうのもそうだしはい、はい、子供を作れる体に男の子だったらもうなってるよとかうん、うん、子供が宿る体になってる女の子だったら、ねうんうん、っていう認識ももっともっと早いうちからしておかないと全然ダメだなと思うううだだからそれがここななんだろうな。こう えと定着する前にもう思春期が来ちゃう先にで今ってやっぱりすごく情報がいっぱいあるそうし、ね、あのー、これ保護者あるあるだと思うけど YouTube とか見ててもやっぱいろんな広告がすごく一方的に出てくるからやっぱど,どうしても受け取っちゃうものの中にやっぱり少し偏ったもの商業的なものがやっぱり多かったりするとうん、うん、そういう。う 知識が入ってきてきそれがあこういうもんなんだなってやっぱ定着してしまうとうん、うん、ちょっとどうなのってそうです,、ね、すごく思い始めたので。うんうん、というような活動を,そうそうをされていたいたいたんだけど、はい、やっぱり大人のちょっと意識があまりにも低すぎて、はい、それなんでかなと思った時にもう今がこういっぱいいっぱい、うん、今を生きるのにいっぱいいっぱいで全然余裕がなくて。 それも自分のためじゃないと思っていて、うん、ほとんどがね、はい、特にひとり親なんかでいうと家族が先、うん、他のあとね優先順位が何か他のものがあって、うん、自分っていうものが3番目4番目ぐらいにやっぱり来てしまってると、うん、どうしても疲弊してくるし、うんえー、やっぱり悪循環にもなってきてしまうので、うん、まあそういった大人たちを。 どうすれば満たしていけるのかっていうことをまず先に考えてそういう居場所づくりをまずしなきゃみたいのが9月かなで具体的に何かこう今,動いて <laughs> 今はえっとね奈良県の、はい、えっと 奈良県で活動している吉田隆さんという人がいて、はい、吉田さん、吉田さんがやられている東京コーヒーっていう、はい、ええー、東京拒否のアナグラムで東京コーヒーっていう名前にしてるんだけど、なるほど東京拒否を東京コーヒー、ちょっと似てる響きでいいこといい言葉というかこう受け取りやすい言葉にしたよって意味ですねはい、東京拒否の子供を持つ親たちが集える場所を全国で みんなで作ろうよみたいなムーブメントを起こしていて。登校拒否の子たちを持つ大人たちの。うん、そう。あのこう場所ね、場所としてやろうっていうのがあって。はい、そこに参画して、えっ、ー、と、今それ沖縄でやる準備をしくしくと。えとすごい、沖縄でやったら、東京コーヒーどうなるの、東京コーヒー琉球とかになるんですか。沖縄こう。どうなんだろうね。ねあの、東京ディズニーランド的な感じになるんですか。かも <laughs> <laughs> しれない,ない。え、でも、すごい。楽しみですね。まあ、なんか。 東京コーヒーヒっていう名前、まあ、カフェみたいに集える場所っていうのも含めてでも登校拒否って言葉ってなんかあんまり響きよくないよねみたいな不登校っていう言葉もあんま使いたくないよねみたいなのがあって「うんうん、なるほど東京コーヒーよくないからっていうのが始まってそれがね,いいね夏かな今年の。うんうん 夏ぐらいに始まって、えそう自分の地域でやりたいです主催しますっていう人はまあフランチャイズみたいにあのライセンスを取る必要があるのでお金を払って研修会を受けてでそうすると東きょ「東京コーヒー」っていう名前を使ったイベントを主催していいですよっていうふうになるへえ面白いこれをじゃあもう動き出されてるんですね、うん、そうう今でももう、うん ライセンス取ってる人が百八十人ぐらい、二百<あ>人ぐらいもいるのかな、全国で。まあ、ね、あの沖縄にも何人かいたとね。一、はい、個の地域で何人かいたりするところも当然あるんだけど。 そうライセンス取った人が二百人ぐらいもいるんじゃないかな。ええ吉田高志さんです。皆さんぜひインスタグラムなんかでね、うん、探していただくといろんな取り組みだったりと、<う>ミュージシャンでねいらっしゃってそうです、ね、木梨紀明さんとね紀、うんね、さんともやってたし曲やったりされてる方、ぜひインスタグラムで吉田高志さん、ねうん、吉田高志さん高志はねカタカナかなカタカナですねぜひあの見てみてくださいはい。 沖縄にもいらっっししゃってね4月かな、うん、来ました,来ましたイベントでね、うん、EM ホテルね、EM でいらっしゃってたりして、これからもおそらくね、来てくれますよね。いや、多分なんかね、呼んだら全然来てくれるけど、ね、まあちょっと忙しいのと、うん、ぜひ情報、皆さんあの、見てみてくださいませ。はいね、で、それを今、動き出されているところ、しもう着々と今、準備をして。うんまあ、別に子供がいないな 人が来てもいいし別に学校、うん、子供が学校行ってる親御さんもまあ来てもらって全然いいんだけどやっぱりちょっとそのそういう学校行かないよって選択をしたお子さんを持ってる親御さんたちって少しこう閉鎖的というか孤独感をね結構感じてたりする方も多分多いと思っていて、うん、でその人たちが行くとこって大体なんか役所だったりとかするんだけど。うんうん まあ、あんまりあそのいいとか悪いとかじゃなくてうん、うん、あんまり、まあ、フォローがこう、うん、できてるかどうかっていうのもちょっとやっぱり分かんなくて教えてくんないし聞いても。はいはい、であればなんとなくふらっと集まれてでそこで日頃の話、うん、普段の話でこういうことにちょっと困っててっていう話もするだけではやっぱり少し安心したりそうですよね、うん、できると思うのでうん、うん、まずはそういう場から。 すごいこの場自体はどうですか、どれぐらいにもう、いや、年内にできれば実施はしたいんですけど、なかなかね、ちょっとその場所をまず押さえるところから、当然やんなきゃいけなくて、そこがちょっとうまくまとまらないので、EM ホテルを借りてやるか、北中城にあるですね、ホテル、EM ホテル、すべやるかなっていう感じかな。でも 本当にどこでもいいと思うなんかその辺の原っぱでも別に全然よくってそうですよね最初はねなんか本当に顔を合わせて集まって、うん、なんかこう自分がねえー、思ってることとか感じたことを話してなんかそうだよねって言い合えるだけでも全然いいと思っていて最初はねだからまあ最悪ど 公編でよくないってちょっとまあ一緒にね今やってる人と話してますけどでもおそらくこういう思いだったりまた、うん、今日私と登さんのご縁みたく、うん、ご縁ってもう必要な時にシババ,バ,ババってこのラジオ発信をきっかけにですね今日11月1日ですんで、えっと、ぜひですね場所を提供してくださる、あのー、方る、ね、もしくはね思いにこの共感したとかいう方いらっしゃいましたら、うん、ぜひともね いっぱいいらっしゃると思いますいろいろだからぜひともね、ご協力よろしくお願いします。またラジオに出演してくださったゲストの皆さんの中にも飲食店の方だったりとかですね、いろいろな方いらっしゃいますので、どうしよう、逆に選ぶの大変ぐらいになっちゃうかもしれない、ぜひ、うん、とにかくいろんな形で思いだったりご縁をつなげていって、いろんな形でできるといいですね、せっかくなので。そなるほどれで今日 あれだったですね。ご縁したんですね。す多分そう。<わ>それでち、うん、マッチングしたのかなと思いますけど。すごいティンダーよりマッチングするすごい素晴らしい。成 <laughs> 約率素晴らしい。<laughs> あ、なるほどもうね、まさにやっぱりあ、いもういいんですか自己紹介一回、まあ、大丈夫ですかいいいはい。<旦>という。 のぼるささんんんですねこなじゃ去年の4月にご縁があって沖縄の方に移住されて、うん、で、えっと、まあ,、えー、なあ性教育だったりっていう取り組みをされる中で、うん、何かこう不登校の、えー、お子さんを持つ大人の集まるような場を作りたいなっていうところで吉田田隆さんの東京「東京コーヒー」うん というねいいあのコンテンツあの居場所づくりっていうんですかね、うん、の取り組み今まさにされていてこれから年内には2022年内には内には形というかねそういう場を、うん、あの作るよっていうようなノボルさんでそうですね大丈夫ですかね大丈夫あ素晴らしい <laughs> まず最高の11月1日に2022年11月11日か1日じゃなかった11日にですねこの発信ができるということで。 ね、いいスタートになりそうですねだって変な話、うん、もうこの FM なの方ねここだって <laughs> もちろんもうね国枝さんいいですよね奈良さんもうね最高にいいですよねはいありがとうございます <laughs> ねいっぱいあのあちなみに本拠地差し支えなかったら本拠地っていうか沖縄のどちらの方の活動が一番あれですか拠点っていうのはんか場所全然決めてなくて、うん、もう行きたいと思ったとこ行くし、はい、必要なとこには行く。 から、全然決めてなくて。家は名護ですけど。あ、名護の方から、今日。<laughs> すごい名護から。<laughs> だけど。名護じゃなくてもいいんですね。いや、全然、全然、名護じゃなくてもよくって。名護でもいいですね。名護でもいいし。はい。で、なんかね、調べたところによると。調べたところによると。はい<の>。登 <laughs> る調べによると。登る調べ、はい。その、東京コーヒーのライセンス取った人が沖縄にね、あと三人ぐらいいて。はい。ちょっとね、南部に固まってる。 こっだからまあ北部でやった方がいいのかなっていうのもあるし中部北部あたりどうですかね中部北部ぐらいで一番やれたらいいかもしれないですえ野村さん話聞いちゃったからマキさんもお手伝いしたいあもうぜひぜひやりましょう行きい場所とかね言ってくれたら逆に場所が集まりすぎるかもしれないでいし。ねすごい楽しみですねすごかった共通点がいっぱいありますよね村さん。 私もなんか、そう、性教育の部分だったりとかっていうのは、もう大人と子供両方にやっていかないと。うん、あ大人。がね、<う>子供を育てるわけだから。そ,<う>その、大人がやっぱりちょっと恥ずかしいとか、話しづらいことみたいなね、うん、ね、認識があるとね。そうそうそう、なんか、なんかちょっとこう、アンタッチャブルな。イメージありますよね。柴田さんとかってこと。いや、ザキヤマさんじゃなくて。自分の親とかもそうなんだけど。うん あ,のあんま喋っちゃいいけないみたそう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 じゃないですけれどもやっぱねどうしてもそうそうだからなんか自分ね小学生ぐらいの時とかはまだテレビとかよく見てたからドラマとかでそういうなんか、はい、あのラブシーンとかいわゆるラブシーンですねいわゆるラブシーンが始まるとさっきまでの会話どうしたっていうぐらいこう平成昭和あるあるでしょうか、ね、いやもう間違いないでしょうね。そ、ね、そうそう あと,、まあ、ちょっとせっかくこういう話題になったので私の思いもこう包み隠さずお話しさせていただきたいと思うんですけど、うん、とかく例えばの,その両親の,、うん、あの性行為の認識をしたときにすごくショックだっていうのが日本に多くて、うん、で私自身も<ー>あの母親だけに育てられているので、うん、そういう場面っていうのは、まああのまあ、話を聞く範囲ですけれどもあるじゃないですかやっぱり自分の、うん、両親のそういう。うん その性的な部分というのはすごくショックとか言葉ちょっと選ばないでごめんなさい使わせてもらった例えば気持ち悪いとかっていうようなちょっとね話を聞きますけれどもでも今この年になって思うとねあの子どもたちがある程度育ってそういう認識ができるあのなんだろう年代の方々がそういったことをしてる。 とととても素敵ななパーートナーシップじゃないいいそそううううことそういうことといちょっとで今ギリギリでってますけどだからそういうのに対してやっぱり子どもたちも親側ももう少しそのまああのオープンにするってことではないんだけれどもすごく素敵なことなんだよっていうような認識が持てたらそのまあ子どもに対しての性教育性に対してのお話っていうのを少しもう少しこうあの必要な部分は。 ポイントを押さえてで、うん、していけるんじゃないかなって思いがあってでこれで多分日本の感覚だと思うんですよね海外だとほらもう少しね、あのー、オープンにというか大切な部分はほらし,、ね、してってるんだろうからそ,<れ>そういったところもね含めて、うん、なんかものすごいやっぱ遅れてるしうん、うん、例えばその挨拶の時とかにハグってあんましないよねうん、うん、日本って。はいはい 今日してないですもんね、私。とさん、ね、ちょっとね、あの、ソーシャルディスタンス。ソーシャルなディスタンスが必要ですから、今はね。でもほら、海外とかって当たり前にするし。そうですね、はぐはぐします、ね。家族愛もすごく強いって。はいはい。で。やっぱり。あの、生まれてきてからの、あの。伝え方とか。がやっぱ全然違うと思っていて。うんうんうん でさっき話したんですけどその助産師さんと一緒に活動してくれた、はい、その誕生学っていうねあの、まあ、学問があって、はい、その誕生学の講師の方のお話を聞くと、はい、いやこれは絶対にもう家でやるべきだなと思ってお父さんお母さんが子供に絶対話した方がいいと思ってて<ー>やっぱりそのまず子供ができるっていうこと自体が本当にすごいこと。うん 着症してってっいいうのは本当にすごいことで,で,、ね、で無事生まれてくることもすごいこと、うん、やっぱ死産してしまうこともあるし、うん、母子健康ではないことだって当たり前だし、うんね、当たり前っていうかそんな珍しくもないことだし、うんうん、で順調に育っててくれる健康に育ってくれるっていうこともすごいことだから、うんうん、本当に今,今生きてることって本当にすごいことよねっていう。 こととをちゃんと説明して,くれて素晴らしいです、ね、そうするとあ自分のお父さんお母さん本当にありがとうって思うし、うん、そんなお父さんお母さんありがとうって思うとおじいちゃんおばあちゃんにもありがとうって思える。 お父さんお母さん産んでくれてありがとう、うん、そうするとなんかどん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 こうね辿たどっていくと本当とに先ご先祖の方にも本当にありがとうって思えるしそうですよねそういう思いがどんどん育まれていくと目の前の人にもありがとうって絶対思えるもっと優しくなれるそうですよねそう思うだからあのそれをこう普及させていきたかったそうです、ね、けどなんか全然刺さんなかった。刺さないいやいや <laughs> 違うまあ、いやいや、刺さんなかったんじゃないと思いますよ、もちろん。ね、少なからずもちろん刺さってるとは思うし、まだちょちょこれからなんじゃないですか、もちろん続けうちょっと続けたほうがよかった,った。これって、いや、もう絶対そうだ、だって、もしかしたら次の1回で刺さるかもしれないですかドリカムじゃないですけど。<laughs> 一一回目かもしれないですし少なくらず私はこの話を聞いて同じ思いの大人と今はまた会えたから本当にさっきも言いましたけど自己肯定感みたいなところを日本人はよくねあれですけれども大人もそうですけれども私やっぱ性教育のところからスタートしていると思っていてどうしてもこうひめ事っていうか話しちゃいけないとかやめなさいみたいな人前でとか例えばあと汚いとかそのせき触るのをちょっとやめなさいとかってあれから来てる じゃないかなと思っていてあのいけないんじゃなくて大切なところだから大切にするんだよっていう伝え方をしたら自分自身がすごく大切な存在だっていう認識を持てたらいわゆる自己肯定感とかで自分がこんなに大切な存在なんであれば目の前のこの人も大切なんだっていう思いがあの根付けばあの自己肯定感とかあとセクシャリティだったりパーソナリティが違う時に。 あの他をこう責めちゃったり排除するようないわゆる差別だったり、うん、違和感を抱かないあのこう世代になってくるんじゃないかなって思いが、うん、途中でハッと気が付いて、うん、で私はこのタイミングが3歳ぐらいだと思ってれんでそう思ったかっていうと私も子供いるんですけどね、うん、子供自分たちの子供も見,見てる時に。 3歳ぐらいでちょうどパパとママの体の違いに気づく自分と他のいわついてるものが違う体が違うで、ん、私はママと一緒僕はパパと一緒僕はママと違うものがついてるあのタイミングだと思うんですよね。違ううんんだよってうそうだだ、ね、だよよそそねなかのく人格形成が3歳だ5歳だとかなんかいろいろあるけれどうん、うん、でも3歳ぐらいから少しねやっぱりもうどんどん,どんどんどん自我もかなり出てきてくるし。うんうんうん ある程度会話の解像度はちょっと別としてもキャッチボールが少しずつやっぱりできてくるタイミングなので,でやっぱり最初はこう絵本から始めたりとかがもうめちゃめちゃ大事だなと思っていてそうですよ、ね、違うんだやっぱりねなんかそのや、ね、おっしゃったようにやめなさいっていう人もいるし。うんうんうん それはしょうがなくて、うん、やっぱりね自分の親からそういう教育をされてきたものがやっぱり自分も子育てのベースになってるからそうそう、ね、僕も母子家庭でえっとね母ちゃんとお姉ちゃんお姉ちゃんお姉ちゃんと自分だから、えー、女の人しか家にいない<う>で父親が <laughs> 結構あのー、なんだろうな、うん まあ言葉を選ばずに言うとまあ,まあ結構クズだったから男性に対するこのなんていうのかね嫌悪感みたいなものなるほど、ね、がすごくあって、はい、だそうするとそのセクシャリティな話も当然出てこないから、うん、やっぱりね学ぶ機会が。 なかったし、うん、聞,聞けない。うはい、<laughs> それはね辛いよねやっぱりね,ね思春期どうしてもやっぱりその家庭の状況環境ね、うんうん、影響すごくありますもんねすごくあるので、うん、やっぱりお父さんとお母さんがそこはやっぱり。 ね、大切な子どもであればあるほどもっとそこは踏み込んで、うん、そうですよね、うん、お話ししてほしいなってすごく思う。そうですよ、ね、だからまさにもう子どもに対してとやっぱ大人に対してっていうのをやっぱこう伝えていきたいですよねそれぞれにね。で大人たちもでもそういうふうに育ってきてるから別に悪いわけじゃなくてこれ今、うん、今。 変換期過渡期だから令和になって、うん、いろいろなものが、うん、いろんな価値観がここをつなげるのがちょうど私ぐらいの野村さんとか私ぐらいの世代、うん、30代後半から40代ぐらいの間が過渡期だと思うんですよその上の世代とその下の世代全くやっぱり全然違う。 うん、ちょうどその間にいる私たちが今もう全く変えるってことは多分私たちの世代ではもう難しいだろうから時間的にはただこの間をつなぐマイルドにしとくみたいな役割なんだろうなっていう思いがあって世代的に、うんうん、だからなんかそこら辺をねやっていきたい上の人を否定するんじゃなくて上の人は上の人でそういうふうにね育ってきて日本を作ってきてくださってるからあ,のありがとうございますそうですよねなんですけどでも今後ちょっとこんな感じしませんかみたいにしたいですよね。いいやや本当にしたい <laughs> からやっぱりその、ね 子育ても、ね、昔みたいにやっぱ地域で子育てできる環境を整えていきたいから、うん、そういう意味ではやっぱり諸先輩方とはしっかり、ね、コミュニケーションをとってやっていきたいし、うん、本当にもう20代10代って。 もう別の生命体なのでそう思って接するのが一番お互いね幸せですからねそうそう10代からしたらね37歳なんかもうおじさんだから <laughs> これは登さんの見解です皆さん登さんはそう感じているというね <laughs> あのお話ですよ大丈夫ですね。気をつけていかないといけないんだけどなるほど、ね、まあでもやっぱりねど,どう考えたって自分たちの方が先に死んでいくわけだし、はいはい、その 次の世代次の次の世代はやっぱり10代、うん、20代の人たちがやっぱりこう,うん、うん、牽引していかないといけないところだから。 ね受け継いでいけるものはどんどん受け継いでいかなきゃいけなくていけ、ね、でなんなら10代20代の方がもう先に知ってるっていうか気づいてるところもあるじゃないですか、うん、正直全然。全然ある,全然あるそうだからそこに逆にあのミスリードするんじゃなくてサポートじゃないけどするようなのが私たちの世代かなと思うし教えるとかじゃなくてもうすでに彼らが持っている価値観に対して。 あの上の世代とちょっとマイルドにしてあげるのと彼らが持ってるものをよりの伸ばしてあげるって言ったらまた上からになっちゃうんだけど否定するんじゃなくて私たちって多分そういう世代だってもうギュッギュッてされた今ハブっぽい感じになってるからなんかねつないであげてそうそうあもうまさにそうっていうのをねなんかどんどんやっていきたいしていいきたいですよね。ももうもうね今だから37だかからら なでしょだからもうあとね12年生きたらさもう,もういいかなって思うから <laughs> いいかなっていうのの自分のための人生はもういいかなみたいな。なるほどねだからもうあと子供のため<ー>その今後ね生きていく子供たちのためとかに時間もお金もねなんかこう全部使っていく方が、うん、自分のこの魂的にも いいかなと思っててちょっと登さん同じ星から降りてきてる <laughs> かも、ね、あの正直私もある一定のところから来たら一切でも年下の人のためにやった方がいいっていうふうに思ってなんかほら上の人を敬うとか上の人みたいなんでずっとこうなんか生きてきたけど習ってきたけど突然ねいやそっちも大事だけど下の人のために。 貢献していった方がこの先のことを考えるといいんじゃないかみたいな思って。うん <laughs> 上ばっか見てねこうやってああそう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 もういいだろうと思って。来けどそれはそれとしてもやっぱりその先もっともっと長く生きるであろう人たちになんか一緒にできることないかなとか私決して邪魔はしないようにでもお役に立てるところあと教えてあげられるところがあるんだったらみたいななんかすごいえどっから来ました星は どうだろうな <laughs> 僕でもねなんかこの前もいろんな、まあ、2人の方にあのセッションしてもらったんですけど。はい い,いろいろ言われる、すごいチャネリングできる人とかリーディングできる人なんかすごく言われて、はい、あなたは、なんかすごく龍神様がすごくいっぱいいてどうなるのとかん突然ね、龍神様ってあの、えー、とセッションっていうのはなんだろう,こう例えばどこの星の出身ですよとかねそういうちょっとス, <laughs> あのスピリチュアルな精神世界のお話です、ね、ゴリゴリのね、ゴゴリゴリのねうん、うん、ちょっとねうちの番組、そういうのやってないんですよ。セ <laughs> <laughs> こ,こはちょっとカットし冥ててさ, <laughs> さんとかね最近はすごく話題になってたりしますけれどもそういうセッション受けたりされるんですね。いやなんかね受けたいって言ってないんだけど、うん、受けてくださいって言われてご縁ですねそ受けたらそういうふうに言われて、はい、あとはなんかすっごいごりっごりのスピリチュアルの人とそうじゃない人をこうつなぐ役割を多分なんかこうミッションとしてあなたは持ってますよみたいに言われて。はい いそんなつ <laughs> <laughs> そんな,ことないですって言ったのででそうなんですかって言わなないですそんつもりちょうどだから今、ね、さっき言って,言ってくれたその佐藤光郎さんの「世界村」っていうそのオンラインサロンのお手伝いとか立ち上げを今ずっとやってるのでうん、うん、おそらくそこそこの部分っていうのが。 あの結構ポイントなんじゃないですか、ね、みたいな言われて。佐藤光郎さん、先ほども私と昇さんが、えっと直接出会ったきっかけにもなる。佐藤光郎さんもぜひ、うん、あの、あの調べてみてください、ググってみてください。引き下がるで佐藤光郎って打つと、いろいろな活動ね、されてます。光郎さんもミュージシャンの活動されたりとか、いろいろな発信をされてますので、うん、ぜひ。見てみてください。はい、はい。なるほどね、で世界村というオンラインサロンを、えー、運営されてまして、そこではいろいろな。 活動されていますのでね<う>ぜひ見てみてくださいませはい、はい、そこのね活動をいし、まあ、一緒にやっていくことがミッションじゃないかみたいなこと言われたから違いますって言ったんですねいやそんなことないと思いますまあいいんだけど <laughs> なるほどそうもうね自分のためにでも,もう37年もしてきてるから、うん みたいなもう,どうせ80ぐらい多分死ぬから80も生きないと思うしそしたらもう,もう折り返してるから、うん、だったらもう当然子供のこともそうだし、まあ、まあ家族のねことはあれだけどえ八80でいいのいや俺80も多分生きないと思ってて79年とか60何年とかそうなの変色すごい変色でえなんか急になんか病気になってパッて死ぬと思ってる。 そうなんだ私120まで生きるつもりだから全然, <laughs> 全然いやい,いや生きれるもんなら生きるけど、うん、多分なんかもう病気になると思うなるほどねお酒ばっか飲んでるし間違 <laughs> 別にお酒 <laughs> お酒がね悪いわけじゃもちろんないですからねんかね、うん、途中だ本当に気が付いたそれはえっとね昨日来,来る前だから2年前3年前ぐらいにうん、うん いやそうだよなってなってて朝起きて突然,突然 <laughs> 起きて「あそうだよな」ってなんかもうもういいな十分だなみたいな<ー>もう十分あの幸せだなと思ってすごいも豊かでもうあもう,じゅもう十分です十分ですみたいなだからあの自分以外のこともの、うん、に時間とお金を使っていく方がものすごく有意義だなみたいな。 なるほどそんなあある日があったわけですねそう。朝起きてあそうだよなってなったえ面白いね <laughs> すごい野村さんもうここまでもう40分過ぎて41分喋ってすごいすごい,ねや,ばいねやばい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 なるほどもう,うじゃこれからはえっとそのえっとなんだっけ東京コーヒーのまあ展開を連内からまたもうスタートさせて来年以降は東京コーヒー、うん、東京コーヒーと あと今月の20日にうるま市の,あのウルミンっていうあのなんだろう公共施設で、うん、あのちょっとイベントをやるんですけど、はい、そのんと内容自体は、うんとね、堀越敬人さんっていう元衆議院議員の方でその時はあの立憲民主党から出てたんですけど。はい のの方ををおお呼びししてて子も向け話会らうんですよね、はいえー、で話の内容としては、うん、どうやったら自分が生きたい社会っていうのを作れるんだろうっていうのをテーマに子ども向けに話をしてくれて、ねはい、まあでもんだろうな社会の仕組みとか構造とか、はい、あとはその国会ってどういうところだなのかとかっていうそういう話を小学校4年生ぐらいから。 対象に話しててくれて<ー>でそれを、ね、環境活動もしてるし動物愛護団体の活動もされてる方なので、うん、環境の視点あとは動物の視点からもここの今の人間のこの社会っていうのを見て、えー、お話をしてくれるもう11月20日ですね日曜日の日曜日、うん、18時半から20時あ日曜日の夜そうそこしか空いてなくて。またすごい時間にそ <coughs> そうそうだから <coughs> ぜひね、うん、親子で参加してもらって、ね、お話を聞いた後お家に帰ってもう一回話してもらいたいお父さんお母さんの聞いたうーんアウトプットとお子さんがね聞いて感じたものをアウトプットしてもらってっていうのをしてもらうと、うん、まずなんだろうな自分らしくこう生きていくための。 まあ一つのスタートにななるかなと思っていて、うん、これは何かお申し込みとか,なんかどういうふうにしたらいいですかさっきお伝えした、えっと、インスタグラムのアカウントで、はい、あのフォームを入れた投稿してますので、うん、山田昇さんのインスタグラムを見ていただきまして、うんそ,ね、そちらに、えー、情報が出ておりますので皆さんインスタグラムで「えー、山田昇」で検索で大丈夫ですかね。ロローーママ字字でねねごめんなさい、ねローマ字で 登山山だってやると出るあもしくはマキシゃンのインスタグラムに登 <laughs> さあの、ね、フ,ォローフォロワーと入ってますのところを見ていただいてもいいかなと思いますので、うん、すぜひ情報を、ね、キャッチしてくださいませ皆様せっかくの、ね、ご縁ですのでなるほどねあすごいですねいろんな取り組みをしていてちょっとどっかあれですねの、うん、るさんとマキシャンの何か イベントって、ね、いなんかがっつすね、やりたいですね。んなんか大人の性教育もやりたいし、子供たちのた。 なんかこうまあ、性教育って言うとあれなんだけどさっき言ったみたいにやっぱり自分がすごく大切な存在なんだよみたいなところを伝えていくところからも性教育って根本にあるなと思ってるのでそんなことをねしていきたいなと思ってますのでもしこれを聞いてる皆さんの中でね共鳴する方とか、うん、なんか面白そうって思ってくださる方いたら是非ね一緒にね何かやっていきたいですよね。ということでのぼるさん。 この、えー、と那覇はですねご存知の通りまり、あ、ご存知だと思うんですけど開局20周年ということでですねあやっぱりそうだったんですね <laughs> なるほど <laughs> なんかそうなのかなっていうふうに思ってらっしゃいました, <laughs> しました記念イヤーということで「あ、えー、なたの夢を叶えるラジオ」ということでですね「うん、FM 那覇は」は、えー、テーマがバーンってありまして私もこのラジオであの、まあ、そもそもラジオをねやりたいっていう夢を叶えたりとか、うん、あのしているんですけれども昇さんの夢をよかったら、うん あのちょっとね面白おかしくお話 <laughs> 面白おかしくお話しだければなと思いますけどどうですかあの本当に個人的なことでもいいですし今お話しだいたこと以外のことでも,もちろんね、うん、OK ですよ。まあでも夢というとまあでもねやりたいことって本当にさっきの、うんえー、性教育というか命のね素晴らしさとか大切さっていうのを広めていく活動もしたいし、まあ、東京コーヒーもやりたいし、うん、あとは。 パートうんと、ね、う,う,うちはえっ、ー、とね去年の9月に席だけ抜いて、はい、まあでも一緒に住んでるんだけど何、うん、かそもそもその夫と妻っていう。 いいいらなくななくみたかかりますかねこのあのあもちろんチームみたいな感じでしょそう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 、うん、一つのチームとしてでな,なおかつその一緒にいたい人とい,いればいいっていう,うん、うん、その関係でよくないみたいなうん、うん、だその紙に名前を書いてハンコ出して役所に出すってなんか気持ち悪いなって結婚した時からお互い話をしてたのもあったしあとはそのこう。 無条件に相手を応援することが多分愛じゃないかっていうことに行き,行き着いて2人で、ね。うんうん、ってなったら別に夫だからとか妻だからとか彼氏だからとか彼女だからとか関係なく目の前の人が何をしようがどこに行こうが誰とどう,どうしようがあいいと思うよ頑張りなって応援できるのが。 愛かーって二人でなった時に、愛かと愛か <laughs> これが愛か、これが愛かと気がついたんですかね。二 <laughs> 人で行き着いた。二人で出した答えがそれだったっていうね,ね。だからなんか結婚してる意味って別になんかあんまないなとかな、ね。逆にねこう世間って世間的にこう結婚してるのにあなたそんなことしてとか、うん、あなた奥さんいるのにそんな。 ことしてみたいなね、うん、で、なんか必要かそれみたいななるほどね <laughs> って考えてたらいや別に何でもいいよなみたいななるほど何かその辺のんかねパートナーシップをもっともっとあのより深めてね考え方としても深めていってなんか同じように悩んでいる人絶対いるからそ,のうんうんそうですねそ,そういうい 意味でもその,そのなんかねこうパートナーシップで悩んでる人とかパートナーシップについてこうよりね同じように考え方を深めていきたいっていう人たちとそれも居場所づくりかな集える場所をもっと作っていきたいやっぱこう場所とかそういうなんかこう役割ないですか例ぶ信さん。多分ね、作るとかね。その覚悟はありますかあります。 <laughs> ちょっと覚悟あるんですね <laughs> ありますありますよかったじゃあ行きましょう決め石で覚悟はいいか やっぱ、お前らしくやりきればいいさって、すごいいいですよね。そう、ここがね、一番、なんかめっちゃ好き。 さすがあのねマキシャンが珍しくゲストのリクエストに答えるっていうですね <laughs> いつもだいたいゲストが来たらですね「好きな曲ありますか?」かけたい曲ありますかって聞くんですけどまあマキシャンが好きな曲をかけるか曲もかけずにお話で終わるっていうパターンが多いんですけど今日は2月からスタートして初めてじゃないですかね <laughs> ゲストから、えー、とリクエストいただいてた曲を出させていただきましたけれども何からやっぱそれぞれのね覚悟だしそれぞれのやっぱり本気っていうかありますからね。 このサビの一番最後の、はいね、本当に「お前がいいならそれでいいさ」っていうところに何かすごく背中を押されるなというか、うん、まさにそうです何、ね、か他人の目とかも本当に気にしててもしょうがないし何ん、うん、な,なら一回ちょっと。 親やっぱぎくしゃくしたこともあったけど、うん、いやなんか子供がいいならそれでいいいんじゃないと思うしそうですよね、うん、あの本当にそう思う子育てってやっぱり両親揃ってないととかって、まあ、もちろんあるかもしれないしでねパパだけママだけだってねあのとにかくその子供がどうかだしで、うん、先々のことって分かんないから例えば子供がねいずれこうなっちゃうんじゃないかみたいな不安とか心配いろいろね こうやって言っちゃうけどだから子供のためにとかっていう表現もあるけれどもやっぱり今今その時々のね状況だと思うので今もね珍しく真面目な話し,しちゃってるんで放送やめようかなと思ってますけれどもだからやっぱりその時の親の状態っていうのがそのまま子供に反映すると思うしう子供のためにってもう究極の子供のせいにしてるって私は思うので。うんうんうん やっぱりねその時々のパパママま,だまた周りの大人がね、うん、幸せな状況っていうのを選びながら行ったらいいと思うので何かそんな取り組みを今ね、ねのぼるさんと今日初めてちゃんとしゃべりましたけれども <laughs> なんか通ずるものが多すぎてです、ね、ちょっと驚いてますけれども、ね、すごくシンクロししてるような気しますね,ねだからこそこの、ね、服も髪型もシンクロコーデですね、うん、今日はあのお送りしてきましたけれども。 なんかね、あの何、ー、だろうこれがじゃなきゃいけないとかこれがいいよではなくてね、うん、こういう選択肢もあるしこういう選択肢もあるし従来どおりのやり方でねあのうまくいく人もいるしそうじゃない人もいるしみたいなのをねどんどんこう広げていったり受け入れていったりするようなね世の中になっていくんじゃないかなと思います。うん、今日日日はは11月1月そんなななスタートの日にる、ね、るとといいいいですすね思まよ、はい ちちょっっっととゃんんんんたたままにありいいいこ言でごめなさ来週はですねなんとすごいいいタイミングで11月20日さっきの野呂さんのイベントもご紹介いただきましたが沖縄でですねレインボープライドレインボーパレードというセクシャリティに対してすごくもっとフリーにいきましょうよっていうようなピンク・ドットさんっていうね沖縄に団体さんありますけれどもそんなイベントもあるので LGBTQ の当事者の方や支援する方々がいろんな思いを発信するねパレードを 来週はなんと18日金曜日はです、ね、そのピンクドットの代表の南<っ>、はい、さんがあのいらっしゃってくれるタイミングで,です、ね、<ら>今日、登さんとこういうお話でしたのでまさにこういうセクシャリティだったりジェンダーだったりというと,ところがよりニュートラルに、ねうん、あのなっていくしていきたいというような、ねうん、こと同じ思いを今日ここで確認ができたので本当に良 <laughs> かった。ね 良き日になったと思います一緒に大黒牧ちゃんに行ってよかったね <laughs> 本当だね <laughs>、はい、本当に牧ちゃんがつなげてくれたご縁な感じもしております、うん、ということで野村さんよかったら最後にメッセージをちょこっとお願いしますはいうんとそうだね子供のことを考えれば考えるほどまずは大人がね、うん、自分で自分を満たしてあげてうん、うん、自分が自分を幸せにすることからうん、うん、子供にその幸せを分け与えられるかなと思うんでう ね、そうですね。地球遊園地の遊び方ってまさにそういうことじゃないかなと。まさにそういうことなんですよ。もっともっとね、はい、自分を優先して、はい、大人ももっともっと楽しんでくれたら、はい、子供も楽しんだ楽しい人生をね送れるんじゃないかなと思います。まさに今のメッセージが全てですね。はい、ありがとうございます。ぜひえっ、ー、と皆さん地球遊園地楽しんでくださいということで。 終わりにしようと思ったけどちょっと早いだけ早いんかなんでね今ちょっとうま,うまくいったかなと思ったんですけど最後真ちゃんの曲「スパークル」聞いてですねこれのライブでも、はい、あこれネタバレになっちゃうのかな <laughs> まずい, <laughs> やいまだね真木さんのツアーも続きますのでまた野村さんとも真木さんのどっかで会えるかな会うかなまあいろいろねいろんなところも行ってるんでね、はい、もしかしたら。 お会いするでマキシんも、ね、そういうあ本当にラブピースな発信をたくさん、ねうん、してくれてる素敵なアーティストでございますの、ね、で、うん、皆さん、<laughs> ぜひ応援よろしくお願いします。<laughs> ということでマキシャンのスパークルを聞きながら今日はお別れしたいと思います。どううもありがとうございまましたまた朝晩ねおー